系譜のピアノ協奏曲第3番の演奏を終えました。プロコフィエフは、まあ、僕は彼は魔法使いだと思っているんですけれど、彼のピアノ協奏曲3番というのは、まあ、僕が小学生の頃くらいに CD で毎日聴いていた曲で、まあ、弾いていると若い時のことを思い出したりするんですけれど、まあ、今日は舞台上でその彼の魔法の世界に存分に浸れた感覚があり、とても幸せでした。まあ、ピアニストっていうのはこう、なんか一人で練習している時に絶対わからないことが舞台に放り出されて後がないというか、人に何かを伝えなければいけなくなった時に初めてわかることがあると思っていまして、まあ、今日の演奏自体が実際にこう自分で満足だったとか、または反省点があるとか、そういうことはいろいろあるのですが、それよりとにかく今日この30分でしか得られなかったことが確実に僕の中にはありまして、まあ後々もっと10年、20年経った時にも今日のこの30分のことを思い出してまた嬉しくなったりするんだろうなと思います。満員の大ホールの中で弾けてとても幸せな30分でした。ありがとうございました。演奏をし終わりまして、やはりすごく、世界のトップクラスの水準、その厳しさを痛感しているところです。オーケストラと共演するという夢のような本当にもう時間でですね、まあ、この期間で本当に自分 の、 弱点がたくさんこう分かった、のでもうこれからもっともっとこうそれをこう追求して、またもう一度こういう舞台にオーケストラと立てるように明日から頑張りたいです。そうですね、本当に今日は満員の、お客様にものすごい、過去最高の数の拍手をいただいて、本当にその一つ一つ の、 拍手の音といいますかが、心に本当に全て余さず収まりました。明日から本当に力強い励みになるので、ありがとうございました。おかげさまで本選の演奏が終了いたしました。聴いてくださった皆様本当にありがとうございました。本当に感謝申し上げます。本当にこの素晴らしい熱を持った夢のような舞台で自分の大切な作品を演奏することができて、そして本当に素晴らしい皆様に聴いていただくことができて、本当に心から幸せだったなと思いますし、とても今充実しています。このコンクールで学んだことをこれからも本当に自分の演奏に還元して成長していきたいと思っていますし、これからもずっと終わりなく勉強を続けていきたいと思っていますので、また演奏を